皆さんこんばんは、ななみです。今日はダイソーで買ってきたものを紹介したいと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあまず1点目なんですけど、こちらもうねみんな知ってると思うんですけど、この RG ローションってやつですね。化粧水をつけた後に適量をお肌になじませてくださいって書いてあります。インスタライブやった時にこちらをまつげに塗るとまつげがね伸びますよっていうのを教えてくれた方がいて、それは初めて聞いたと思って買ってきました。でもこれ紹介する前にもうね3日ぐらい使っちゃってるんですけど、夜寝る前に私は綿棒にこちらの液を含ましてまつげに塗って寝るっていうのをやってるんですけど、多分私が塗った時に範囲が広くてちょっとこうまぶたのところにも塗っちゃってるわけですよ。まあ別にまぶたに塗ってもまあ大丈夫なものなので、まあいいやと思ってザーッと塗ってたんですけど、まつげの上のあたりにもちょろちょろちょろっていう、なんていうのかな、今までなかった毛が生えてきたんですよ。でまつげの方はまだ3日なんで実感はないんですけど、それが見つかったので、あれみたいな、これはあながち嘘ではない話なのかなと思って、これはちょっとどんどん使っていこうと思ってます。で、なんかネットにはちょっと顔の産毛も生えてきてしまうみたいなことも書いてあったので、ちょっと顔全体に塗るのはやめておこうかなと思ってます。じゃあ続いてはこちら、クシです。こうブローするやつ、なんか椿オイル配合って書いてあるんですけど、まあちょっとそれはしかとで、くるくるしてちょっと毛先をカールさせるぐらいのものが欲しかったので、こちらのクシを買ってきました。はい、続いてはこちら、ダイソーのガールズトレンド研究所っていうやつのシリーズらしいんですけど、こちらの星の紙皿とスプーンとフォークが入ったやつを買ってきました。うち結構パンケーキとか作るので、こういうお皿にのせるともうそれだけですごい可愛くなるので、こういうのはよく買います。まああとね、洗い物がしなくて良いというのがもう最高の、まあいいや思いつかないっていう、大事なことを言うの忘れた。こちらは28センチの小柄各1枚って書いてあります。こちらの柄が入ってますよって感じです。でこちらはここの持つところがハートのデザインがついてるって感じです。でもあとは普通になってます。これのシリーズのハートバージョンもあったんですけど、なんか黒とピンクの組み合わせってすごい可愛くないですか？私だけ？そんな感じがしたので、黒とピンクであえてバラバラで買いました。そうだ、こちらもです、ガールズトレンド研究所っていうやつのパーティーテーブルペーパー、デザインはこの種類が入ってるって感じですね。でこちらは 30×33cm 20枚入りになってます。こういうの本当使えるので私はよく買うんですけど、まあこういうのはパンとかを乗せたりとかするときとか、ちょっと明るくなるかなっていうイメージで見栄えを良くしたいなって思うものに使ってます。そして次はこちら、鏡です。あのおなじみのねメイク動画ではよくこの鏡の後ろ側をみんなに見せちゃってると思うんですけど、割れました。なのでこちらをまた買ってきました。ここのスタンドを使うことはまあありません。なんでかっていうと角度が全然合わないの、自分の。だからこれはもう最初から撮っちゃったりとか、あえてこれを撮らないで撮れるまで一応待つんですけど、1週間もしてればここはもう撮れてます。なのでメイク動画では絶対これが出てくるので、ここが撮れてたら、あ、またこの女鏡の後ろ撮りやがったなっていうのを分かってもらえたら嬉しいです。はい、続いてはこちら、もうこれは何回紹介してるのか分かりませんけど、ブラシの汚れ落とし買ってきました。もうこれは何回もリピしてるものなので何回もみんなも見てると思いますけど、1個前に紹介したのはスポンジタイプの方のクリーナーで、こちらは筆タイプのものになります。最近メイクでリアルテクニクスっていうブラシを使ってて、割とブラシを使うようになってきたのでこちらをもう1本買ってきました。これ本当によく落ちるんですよ。でもこれとスポンジクリーナーは予備がないと嫌なぐらいリピしてるものになります。で次はこちら、ダイソーでイヤリングも買ってきました。私ダイソーでイヤリング買ったのは確か初めてなので結構いっぱい種類あったんですけど、これが一番使いやすそうかなと思って買ってきました。最近スリーコインズで結構買ってたので、あ、ダイソーのイヤリングも買ってみようと思って一応買ってきましたって思ったけど、これ買った今つけてたのがスリーコインズのものなんですけど、こんな感じで、ちょっとやばい、スリーコインズでつけてたやつがあのきつくしすぎてて前回まで固くしてたから耳赤くなっちゃった。つけてみたらこんな感じです。なんかもうこれを見て100円だって気づく人ってなかなかいないと思うんですけど、どう思います？普通に使いやすい。
イヤリングだなと思います。100円だぞ。私はもう100円だったりこういう300円のイヤリングとかをもう普通につけてるタイプなので、結構インスタライブとかでイヤリングどこのですかって聞かれるんですけども、ほとんど統一してメルカリかスリーコインズで買ってるものになります。で今回初めてね100均のイヤリングも挑戦してみましたけど、まあ別に本当に何も変わらないので、またデザインが変わったら違うのも買ってみたいなと思います。はい、じゃあ最後ですね。最後はこちらです。もうこれは結構、まあ、紹介するようなものじゃないかなと思うんですけど、タオル買ってきました。1、2、3、4、この2つは私が使う用で、こちらの新幹線柄と、こちらの恐竜かな、息子のものになります。でね、名前も書けるところがしっかりついてるので、すごいこういうのは助かります。結構こういう感じでダイソーでよくハンカチを買います。はい、こんな感じで今回はダイソーで買ってきたものを紹介しました。私的に今回はね、この RG ローションっていうのを、このパッケージのオレンジのものがすごい使えるっていうのは知ってたんですけど、 RG ローションっていう名前なの知らなかったので、ちょっとインスタライブで言われた時にピンとこなくてあれだったんですけど、これのことだったのねと思って、これを買って、使ってみて、今はね本当にまつげが結構いい感じなので、まつげとあと髪の毛にも使っていきたいなと思ってます。でこれのもっといい使い方知ってるよっていう方とかいれば、もうぜひ教えてください。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。